げたのもそうじゃないそうですということで、今回はですねおひとり様天国のコールについてちょっと話していきたいなと思います。いやとうとうねこの話題について話す時が来たかとこの問題を終わらせに来たもうおしゃれっすあとそんな問題になってません別にあとそんなに問題になってないっていうね、感じで、シャンクスって2人いるんですよね。あーワンピース考察やめて、ワンピース考察だけはねやめてくださいっていう感じですけれども、そうね、まあそんな別に問題にはなってないと思うんですけれども、おひとり様天国のコールについてということで、まあ、そもそもね何があったんだというね、あんま知らない人いないと思うんですけど、まあ、特にね、まあ、夏の草に千住さん宮城公園だったり神宮現地行ったりとかね、まあ、配信で見てた人もそうだと思うんですけど、だったらまあ分かるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、このおひとり様天国っていうのはね、あの公式からコール動画っていうのがね、こういうコールを、ね、ぜひやってくださいっていうコール動画っていうのが出てると思うんですけど、まあ、そのコール動画と実際のライブ、ね、まあ、夏の草に千住さん宮城公園ね神宮とか、まあ、そのコール動画が出た後ですねのライブでのこのおひとり様天国の、ね、みんな乃木太田たちのコールが、まあ、その公式動画のコール動画と結構違かったっていう、そう感じで、まあ、これは僕自身もねちょっとすごい感じた。実際に僕宮城と神宮参戦してるんで、それめちゃめちゃ感じたね、部分ではあったんですけれども、まあ、それについてねちょっと今回話していきたいなと思います。まあ、まずはね真夏の草に千住さん宮城に関しては、まあ、ここはもうねコールの動画、公式からのねコール公式のコール動画が8月12日に出てるんで、でまあその後すぐもうね14、15宮城公演なんで、まあ、宮城公演に関してはまあ別にねそのコール動画見てない、見れないっていうね、見れなかったっていう人もたくさんいると思うので、全然ね、コールが揃わないとか公式動画通りじゃないっていうのは、まあ、宮城公演はもうねしょうがないなっていう感じで、まあ僕はね、まあ僕はね自慢じゃないですけどうざいな、まあ、僕はね一応、まあ、コール動画もね、出した通り、僕の動画でもねコール動画出した通り、その僕は、まあ、宮城公演、でもしっかりやるんかなって一応思ってで、あのコールねほぼほぼ、まあ、完璧にねしていったんですけど、まあ、いざね宮城公演、参戦してみたら、僕しかやってなかった逆にね逆に浮いちゃうみたいな、僕しかねそれ通りのコールやってなくてね恥ずかしかったっていう、ちょっと恥ずかしかったっていうね経験をしたんですけども、まあ、でも宮城公演はまあねあのコール動画出て直後のライブだったんで、まあ、これはもうしょうがないと。でまあ神宮ではね公式コール動画通りになるかなって、揃うかなって、みんなで揃うかなって思って、でまあ、神宮がね来たわけなんですけども、来たる神宮があったんですけど、まあ、そこでも、まあ、揃ってはいたんですよね。結構みんな揃ってはいたんですけど、その公式のコール動画とは若干ね、まあ、若干ね結構かな、結構こう違う感じの、そのコールになってたっていう感じで、だからね僕はもうさ公式のコール動画通り覚えちゃったから、覚えてたから、神宮でも若干浮いちゃうっていう神宮でも若干浮いてしまうっていうね、そうじゃないそう神宮でも若干浮いてしまうっていう、そう感じになっちゃったんですけれども、まあそういう感じのね、でしたよと、そういう感じの出来事というか、まあ、そういう感じに、なってましたよっていう。でまあそのコールがね公式のねコール動画とそのライブでの実際に、行われたコールが、ね、どう違ったのかっていうと、まあその結構名前かな、まず名前をね呼ぶところが公式よりも多くなってたかなっていう、超絶かわいいまるまるとかさ、っていうところが公式よりも多くなってたりしたところとか、まあ、あとはヘイのタイミングかな、ヘイのタイミング、特にもう大丈夫よのあとヘイ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 が確か4回入ると思うんですけど、まあ、そこのヘイのタイミングとかがちょっとこうバラバラというか、ちょっと若干違う、そう感じに、なってたりとかかな。個人的に印象に残ってるのはそことかかな。まあ、あとタオルですね。ヘイの時にタオルをあげようっていう公式動画ではなってたんですけど、タオルあげてる人誰一人おらん。僕も、だから宮城の時も一人でタオルあげてたし、なんなら神宮の時は1日目は、こっそりタオルあげたけど、もう、最終日で現地行ったんですけど、最終日はもう僕もなんかみんなに合わせちゃったもんね。だからタオルね、あげなかったんですけど、タオルはあげなかったっていう。上がんなかったっていう感じかな。まあ他にもね細かいとこ見ていけば違ったところあると思うんですけれども、まあ僕の印象としてはそんな感じで
なんか結構違ったよっていう感じだったんですけど、でまあぶっちゃけこれに関しては、まあ、完全に個人的な気持ちだけで話すとちょっと残念だなっていうちょっとねやっぱ僕も覚えていった、ね、公式動画をしっかり見てさ、ね、覚えてよっしゃやるぞ公式動画通り やるぞってね気合い入れていった身としては、まあ、ちょっとね残念だなっていうのはまああるんですけど、まあ、ぶっちゃけねこのコールっていうのに関しては、まあ、メンバーもね言ってる通り、まあ、自由っていうそれぞれ自由にねコールしてライブ楽しんでっていうところはまあ一応あると思うので、まあぶっちゃけまあねそれぞれが楽しめればというか、まあコールまあ自由でもまあまあまあいいのかなっていうのはところはあるんですけど、まあでも今回に関してはこのお一人様天国に関しては公式からね公式 YouTube チャンネルからメンバーがねこのコールを紹介してくれてるというかねコール動画を上げてくれてるっていう結構あんまないことじゃないですか、こういう公式からコール動画が上がるっていうのは基本的にはないことなので、公式からねそういうコール動画っていうのが上がってているわけだから、まあ、そこはやっぱりなんかちょっとねせっかくだったらそれ通りにをやった方がいいんじゃないかっていう気持ちも、ね、まあ、公式からコール動画が上がってなかったら別に、ね、もう自由でいいと思うんですけど、まあ、今回はねコールお一人様天国公式からコール動画っていうのが上がってるんで、まあ、それ通りにやった方がいいんじゃないかなっていう良かったんじゃないかなっていうね、まあ、気持ちも結構あるから、まあ、だから微妙なところですよね。お一人様天国に関しては別にそのライブの方のコールがね悪かったっていうわけじゃないからすごい盛り上がってたし、まあまあヘイのとこ以外は結構ね揃ってたし全然悪くはないと思うんですけど、まあ、せっかくね公式からこうやってくださいっていうコールとかが上がってるから、まあ、それ通りに、まあ、もう個人的にはやった方がいいんじゃないかなって良かったんじゃないかなってまあ思いましたね。まあこれはまあ本当僕がね、まあ、僕が覚えていたのにあれみたいな感じになっちゃったからっていうところもあると思うんですけどね。あると思うんですけど、まあそれ通りにね、やっぱやった方が良、ね、かったんじゃないか、いいんじゃないかなって思いましたね。でまあこれが今後ね、どうなるかっていう感じですけど、まあ今後はね、まあ、多分だけど、なんかライブ変わんないと思うんですよ、多分。あんまりわかんないけど。今後も、多分ね公式とはまたちょっと違う感じというか、ね、神宮とかともう神宮で多分なんかちょっと確立された感じあるんで、まあんま変わんないのかなっていう気はしてるんですけど、今一度ね、まあ、僕なんてがねこんな動画上げたって、ね、別に広まらないのは分かってますけど、今一度ねちょっとお一人様天国のコール動画ね、まあ、僕も別に動画上げてますし、まあ、僕なんかの動画見なくてもね公式からコール動画上がってるんで、まあ、それをねもう今一度全員ちょっとね確認してもらって、まあ、ちょっと難しいっていうのもねあるんですけど、このお一人様天国ヘイのタイミングとかねがちょっと難しかったり、その1番と2番で若干こう違ったりとかね、 A メロの部分とかのコールの名前呼ぶとことかが違ったりとか、まあ、若干こう難しいっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっと皆さんね次のお一人様天国ライブで披露する機会までに今一度この公式のコール動画っていうのを見直して、まあ、できたら次のねライブでお一人様天国披露する時は公式動画通りのコールができたら僕はいいんじゃないかなって、そっちの方がなんかいいんじゃないかなって思ったので、乃木坂46で公式 YouTube チャンネルでねお一人様天国コール動画上がってるので、それ見ていただいて、まあ、僕もねそして上げてるのでねでオタクがコールしてるね、様子も一応上げてるので、まあ、そちらとかをねちょっと見ていただいて、ぜひですね今一度皆さんチェックしてもらってね、まあ、多分僕と同じ思いをした人も多いと思うんですよ。あの神宮とかでねあれみたいな公式動画通りに覚えてきたんだけどみたいな人もね多いと思うので、それがねこう変わったらね次のライブとかでは変わったらいいなって思うので、ぜひね、よろしくお願いしますということで、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。嫌いだ。